皆様こんにちは。本日はですね、私が合気道になぜ組手や試合が必要だと思ったのか、その理由と根拠をお話しいたしたいと思います。まず理由は3つあります。まず1つ目はですね、これは何度も動画で繰り返しお伝えいたしていることでもありますが、私が高校生の頃、伝統的な合気道を10年行って初段をいただいておりました。また中学の頃に部活で3年間柔道を行って、やはり初段をいただいておりました。そういった状況の中、街中で胸ぐらをぐっと掴まれる事件がありました。そうやって街中で絡まれてみると、熱心に練習していた合気道の技ではなく、何年も練習していなかった柔道の技の方がとっさに出たということがありました。私はその時はもう自分のことを合気道家だと思っていました。柔道は中学の時に部活でやっていただけであり、ほとんど頭の中にはなかったものです。また合気道は型をやっていればとっさに技が出るんだ、使えるようになるんだというのを本当に信じていました。それがいざ街中で絡まれてみると、柔道の方が技がパッと出て、あれだけ熱心にしていた練習していた合気道の技が出なかったということがありました。これは当時私は非常にショックを受けました。なぜなら合気道は型をやっていれば強くなれるんだというのを信じていて、合気道は柔道のように乱取りをやらなくても強くなれる特別な武道なんだというのを本当に信じていたからです。もし私が当時柔道をやっていなければ、肩稽古のやり込みが足りなかったんだと思ったかもしれません。しかし柔道をやっていたおかげでですね、柔道の技はパッと出たのに、なんで合気道の技が出なかったのだろうかと考えたときに、乱取りや組手、試合の有無にたどり着きました。つまり合気道自体が使えないのではなくて、合気道をとっさに出すための練習をしていなかったことが問題なのだと思いました。これがまず理由の一つです。そして理由の二つ目はですね、乱取りや試合のある合気道を、実践合気道を練習した際に、今まで型稽古を習っていた際、伝統的な合気道で言われていたことと実際のことの間にかなりの齟齬、かなりの開きがあることが分かったからです。伝統的な合気道では型が上手い人が、すなわち実践の場でも強いんだ、上手いんだとされています。型がパッと丁寧に綺麗に、柔らかくできるような人が実際の護身術でも使えると考えられていて、型が下手だったり、力技だったりする人は弱いと考えられています。ですが実際に戦ってみると、型が上手い人が必ずしも組手が強いわけではないというのが分かりました。また型が下手でも闘争心があったり、体が大きかったり、筋力があったりという方は型が上手くなくても強いということが分かりました。もちろんですね、実践合気道でも体が小さくても細くても強い人というのはいるんです。これはですね、組手をやり込んでいて組手の中で技があるという人は小さくても細くても強いし、うまいという人もいます。ですので合気道が決して力がないとダメだということではありません。もちろん力があるに越したことはないですが、体が小さかったりする人でも強い人はいますが、しかしその乱取りや組手で強い人と型が上手い人というのが必ずしもリンクしていなかったのです。また筋力、闘争心、スタミナといったことが実際の戦いではかなり重要だということが分かりました。自分が組手で経験してきたことと今まで言われてきたことの間にかなりの開きがあったということです。そして3つ目、これがですね、私は今まで伝統的な合気道の方と、いう
入段者の人と20人以上と戦ってきました。初段から5段までの伝統的な合気道の方20人以上と戦ってきました。20人というのは私がしっかり覚えてる限りで20人なので、それ以降はもうあまり数えるのをやめてしまったので、実際のところは多分 3,40 人ぐらいと戦っているかとは思うのですが、ここでは分かりやすく20人としておきます。で、初段から5段までの人と戦いましたが、多かったのは初段から3段までの人が多く、特に2段3段ぐらいの方と多く戦ってきました。その時に伝統的な合気道の人と戦ってみて、思ったのが、どなたもですね、組手になると綺麗に動けた人が一人もいないということです。またですね、初段と3段の人でほとんど格闘能力が変わらないんですね。とっさに動いた時の対応する能力というのが初段の人と3段の人でさほど変わりがなかったということがありました。これは多くの人がですね、初めて戦うとどうしていいか分からなくて、もう腰を引いてペチ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 相手の手を払って下がってしまうような風になってしまう人が多い。これは6、7割ぐらいの人がそうでしたね。もう相手に攻撃されるとどうやって対処していいか分かんないんで、パニックになって腰を引いて相手の手をペチ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 払って逃げるようになってしまう。また、肩の受けを取る癖がついているので、技をかけられたら抵抗せずにパンと自分から受けを取って倒れてしまうというような方も多かったです。で、残りの 3,4 割の人は比較的その本人が闘争心が強いタイプの人で、1個の技を無理やりかけると、これは一丁の表や四方投げをかける人が多かったですね。ただ相手が脇をこう締めて腰を落としている相手に無理やりとか言って一丁の表をかけてもなかなかかからないですし、脇を締めていたり腰を落としている相手に四方投げを無理やりとかかけても、かからないし、ひっくり返されてしまいます。で、そういった方に後で話を聞くと、いや、もう相手が動いた状況でやったことがないんでどうしていいか分かりませんでしたというふうに言われることが多かったです。それとかですね、違うんですよ先生、相手が正面打ちをえいって打ってきてくれればかけれるんですよとか、片手取りをえいっと取ってきてくれればかけれるんですよといった声も聞かれました。しかしですね、実際の乱取りというのは相手が何をしてくるかわからない、要は、片手取りを来ると見せかけてついてくるかもしれないし、両手取りを来ると見せかけ両手取りをすると見せかけて引いて蹴ってくるかもしれない、もっと言うとフェイントをかけて、打つと見せかけて蹴ったり、コンビネーションで攻撃してきたりということもあるわけです。つまり相手が離れたところからえいと正面打ちを打ってきてくれればかけれるんですよと言っても、それは型であって、実際の戦いの組手ではないわけです。ただこれは当然だと思います。やったことがないものは人間はなかなかできないんです。ですので10人以上と戦ってみて、ほとんどの人がもうどうしていいかわからなくてほぼパニックになってしまうと、そういったのを見てきているので、やはり乱取りや組手が必要なのだなと、思うに至りました。ただじゃあ強かった人が全くいないかというとそうではなくですね、かなり体を鍛え込んでいて、ある合気道流派の2段を持っている人で、趣味がボディービルだと言っていた人がいて、その人などは意外と闘争心もあって体をしっかり鍛えていたので、技の綺麗な コンビネーションや返し技などはできませんが、単発の技と闘争心とボディービルで鍛えた体でなかなか強かった人がいます。ですので型だけしかやっていないからといって必ずしもすごい弱いというわけではなく、本人の資質や気迫によっては強い人もいます。ただじゃあ相手の動きに適切に反応することができたかというと、ちょっとそういう方はいらっしゃらなかったと。これが例えば1人2人であれば、たまたまその人がちょっと苦手な人、戦うのが苦手な人だったんだなとなりますが、20人
しかも初段から5段までの人20人、まあ、メインは初段から3段、2段3段ぐらいの人が多かったですが、そのくらいの人と20人以上を見て、やはりみんな同じ反応、腰を引いてペチペチやって、どうしていいかもう分かんなくなって逃げるようになるか、ともかく一つの技のみをとか無理やりかけるかという反応をする人が多かったと。これはですね、ただ空手の道場などでは、合気道の方のことを約束組手、事前に相手が何をしてくるか決められている状況で行う組手なので、約束組手と言います。約束組手をいくらやり込んでも、自由に戦う状態の自由組手は強くならないというのはほぼほぼ、まあ、常識になってます。柔道でもそうですね、型と打ち込みと投げ込みだけで、乱取りを一度もやらずに、試合に一度も出ずに、いざ戦えと言って動けるかというと、そういう状況では、柔道家でも多分動けないと思います。やはり実際に強くなるためには乱取りや自由組手というものが必要というのが、定説とされています。ですので合気道もそれと同じということですね。私としてはですね、伝統的な合気道も非常に好きで、演武を見るのも好きなので、そういった型や、演武だけで強くなれるという結論であれば、それはそれで良かったんです。単に私の実力不足で、その昔絡まれた時に出せなかったと、そういう結論になっても構わなかったのですが、そういった先ほどお話しした3つの要因を考えると、やはり合気道で強くなるには組手が必要なのかなと思い当たるようになりました。ただ型というものは合気道の技を覚えるためには非常に重要です。型がなければ、合気道の技というのは全然覚えられませんので、さあじゃあいきなりお前合気道の組手してみろとか言われても、型の練習なしには全くできないわけです。ですので合気道の技を覚えるベースとして型稽古というのは非常に重要であり、また合気道の表現方法として演武というものは素晴らしいものです。それはそれで非常に大切であり素晴らしいものなのですが、それだけではなく自由な攻撃に対処してくるためには、やはり組手や試合が必要だと思っています。以上が私が組手や試合が必要だと思っている理由と根拠になります。本日はご視聴ありがとうございました。